This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. こちらは東京タイランドの日本語放送です。この放送はウドンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの送信所を通じてお送りしています。こちらはラジオタイランド日本語放送です。ラジオを聞きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。バンコク都庁はパドゥン・クルム・カセム運河の改修工事を年内完了を目標にしています。タイ政府観光庁はツーリズムブースターショットキャンペーンでタイのソフトパワーをアピールしています。今年度の歳入が見通しを上回りました。タイ工業連盟が今年のバイク生産見通しを堅持しています。それではまず初めのニュースです。バンコク都庁はパドゥン・クルム・カセム運河の改修工事を年内完了目標にしています。バンコク都のパドゥン・クルム・カセム運河沿いの遊歩道などの改修工事が進行中で、バンコク都庁によりますと工事は年内完了を計画しています。バンコク都庁は様々な売り手や行商人によって設置された屋台など運河沿いに違法に設置されている建造物の撤去に取り組んでいます。バンコク都知事諮問チームのトルサック代表は、売り子たちは当局に協力的であると説明しました。これらの建造物が完全に撤去されれば、運河のほとりに歩道やサイクリングロードが整備される予定です。パトムアン地区やドゥシット地区の職員で構成される共同作業委員会がこの取り組みを監督しています。トルサック氏は、現在の提案では運河は特別なイベントのみに使用され、新しい遊歩道は今年のウィンターフェスティバルの会場となる予定を明らかにしています。チャッチャーとバンコク都知事によりますと、今年のウィンターフェスティバルの会場がパトムアン地区のフアランポン駅からドゥシット地区のテロワート市場まで広げる計画を検討しています。ウィンターフェスティバルでは会場周辺はライトアップされ、華やかに彩られる予定です。運河沿いの各地区ではそれぞれ特色ある催しが行われます。運河の片側は主に歩行者用通路として使用され、ナイトマーケットも開催されます。運河沿いの土手の改修は遅くとも今年中には完了する予定です。また都庁は万南風運河と万安運河の間の土手も改修し、この区間を観光ルートに変えようとしています。さらに運河を走る水上輸送サービスの計画も検討されています。次のニュースです。タイ政府観光庁はツーリズムブースターショットキャンペーンでタイのソフトパワーをアピールしています。タイ政府観光庁はこのほど、タイのソフトパワーをタイの観光成長に貢献するものとして PR するため、ソフトパワーツーリズムブースターショットキャンペーンを開始しました。
このキャンペーン実施は、タイのソフトパワーを輸出商品とすることで、国の経済を向上させ、5つのソフトパワー全体で国内観光を活性化させることを目的としています。5つのソフトパワーは、フード、ファッション、フィルム、ファイト、フェスティバルを指すものです。このプロジェクトは、強烈な一撃、パワーディールマーケティングを通じて、持続可能な観光を促進することを目指しています。タイ政府観光庁当局によりますと、このキャンペーンは、タイの企業と協力して、宿泊施設、ホテル、レストラン、観光名所で、特典や特別割引を提供していきます。参加企業は全国に450社以上あり、無料の景品から商品、サービス購入時の最大 60% の割引まで、様々なプロモーションを提供しています。さらに参加者は割引やプロモーションを利用することでポイントを獲得し、合わせて150万バーツ相当のクーポンを受け取ることもできます。クーポンはレストランやホテル、スパなどで利用できます。ポイントの獲得は8月30日までとなっています。詳細はタイ政府観光庁のウェブサイトで確認するか、参加施設に掲示されている QR コードをスキャンして確認できます。次のニュースです。今年度の歳入が見通しを上回りました。財務省財政政策室のポンチャイ室長によりますと、昨年10月から今年5月までの今年度初めの8ヶ月間の歳入が、経済回復や輸入増加などのおかげで1兆6400億バーツに上り、当初の見通しを 8%、およそ1220億バーツ上回りました。前年度の同じ時期との比較では 4.9% の増加となりました。歳入の内訳は、国税局が1兆3000億バーツ、関税局が870億バーツ、物品税局が3130億バーツなどとなっています。また、この8ヶ月間に政府が執行した予算は2兆2200億バーツで、前年度の同じ時期を 5% 上回りました。次のニュースです。タイ工業連盟が今年のバイク生産見通しを堅持しています。タイ工業連盟自動車産業部会の広報を担当するスラポン副会長によりますと、タイ工業連盟は今年のオートバイ生産の見通しを210万台に設定していますが、観光業の回復が追い風となり、オートバイの需要が予想通りに拡大しており、今後も見通しを堅持できそうだとしています。生産見通しの内訳は、175万台が国内市場向け、35万台が輸出向けです。5月のオートバイ生産は21万8886台で、前年同期を 1.7% 上回りました。一方5月は商業車とピックアップの販売が減速しています。トヨタモータータイランド社によりますと、5月におけるタイの商業車とピックアップトラックの国内販売に減速が見られました。その原因としては、自動車ローンの貸し出し基準が厳しくなったこと、政治の先行きが不明で購買力に影響していることなどが考えられています。貸し出し基準はしばらく維持される見込みで、新車販売の低迷はしばらく続くと予想されています。5月のタイの新車販売は、商業車が昨年の同じ月と比べ、12.4% 減の 39,103 台、ピックアップトラックが 19.2% 減の 27,323 台でした。それでは本日お伝えしましたニュースの項目を繰り返します。バンコク都庁はパドンクルムカセム運河の改修工事を年内完了を目標にしています。タイ政府観光庁はツーリズムブースターショットキャンペーンでタイのソフトパワーをアピールしています。今年度の歳入が見通しを上回りました。タイ工業連盟が今年のバイク生産見通しを堅持しています。以上、ラジオタイランドの小島秀美でした。ごきげんよう。さようなら。
bên trái nữ bay vì thà nam anh chẳng nghĩ một lần chẳng nghĩ hoàn lần để hát cho hai nam trái một chân lưng thơ ta mây mì thay còn đứng hết can con chiều rác cả mang nhắn em lấy hóa trời và có tôi em hương khao sức chỉ là mì mày mẹ thầm mãi trái mang mây tám trời cầu hôn liên phải ta rác thơ liền tôi em จบใจนี้ไม่มีทางร้านยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคิดแต่หากจะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดถึงไม่มีทางต้องนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอยู่ในหัวใจอยากบอกตัวเองลืมทางที่ละมีใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจก็วนเวียนไปตลอดเธอเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่เหมือนเดิมラジオタイランドの日本語放送は毎日タイ時間の午後8時から日本時間の午後10時からそして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.